柔らかいボールファーサイド上がってきて、なんとかディフェンスでクリアした。もう一度こぼれ球押し込んだ。点を返しました東京ヴェルディ。ゴール前スクランブルの中から1点を返しました。キーパーの岡本はファウルをアピールしましたが、これはファウルは認められません。ここで岡本がパンチングをできずに、最後小池ですね、押し込みましたね。まあ、多少接触はありましたけれども、それでぶつかりにいってるっていう感じではなかったので、そのままプレーオンしたと思います。ターンをしたイオンジ、永田のクロスが入ってくる。レアンドロ、鮮やか、レアンドロヘディングシュート、ビューティフルゴールが生まれました。2対2の同点、東京ヴェルディ。いやー、ゴールも素晴らしかったですけれども、このクロスも素晴らしかったですね。ピンポイントドンピシャですね。まあ、レアンドロ選手のポジショニングの取り方も非常にうまかったですし、このそっとこう当てるこのタイミングも素晴らしかったですね。コースも良かったですし、非常にチームに大きな勇気をまた取り戻してくれる大きなゴールになったと思います。美しいゴールですね。もう一度小池が前を振って、ワンツーで入ってくる。小池テンポよくパスが回ってくる。渡辺のシュート、こぼれ球、もう一度シュート、押し込んだ。あっという間の逆転劇、東京ヴェルディ。よく狙ってましたね、逆サイド、永田選手こういうゴール得意なんですけれども、素晴らしい、非常にいいワンツーから、まあ、判断を変えてシュートに持っていきましたね。よく詰めたとしか言いようがないですね。今日ベンチに入っている林選手が、おととい7月18日に第2子となるお子さんが誕生したということから、その林選手に向けて今ゆりかごダンスが披露されました。